皆さんこんにちは、レッドです。今日はですね、なんと私キャンピングカーを納車しました。ということで早速私のキャンピングカーをご紹介したいと思います。こちらです。見てください、めっちゃでかいでしょ。今日はですね、このキャンピングカーを使っていろいろ遊んでいきます。ということで早速車内をご案内していきます。こちらです、どうぞ。ちょっと勝手に使わないでくださいよ。あ、バレちゃった。前回ですね、この山本石油でカンナムというね、トライクを貸してもらったんですけど、今回はキャンピングカー、こちらをレンタルさせていただきます。まずこの車っていうのはベース車両は何になるんでしょうか。まあ、ハイエースがベースとなってます。ハイエースをどっかのメーカーさんが手掛けてこのキャンピングカー仕様にしてるっていう感じですか。そうですね、 RV トラストっていう会社が手掛けた、まあ、CLH っていう車両になってます。普通の、ハイエースに比べてやっぱ車幅とかってのはちょっと違うんですかね。ちょっと膨れ大きくなってます。で、高さに至っては3メーター弱ぐらいあります。ということで、今回はこのキャンピングカーを借りて前回、行けなかった大乳島というところにね、行ってきたいと思います。行ってきます、行ってきます。さあ今日はですね、私が運転ではなく私の嫁に運転をしてもらいます。よろしくお願いします。フェリー乗り場、前回行けなかったフェリー乗り場です。このレーンに、行きます。で、車を止めて車検証を持ってこの受付のところで手続きを一旦します。今回あの黄色い船にこのキャンピングカーを乗せていきます。でかいな。でかいね。おお、結構上がるね。うん。ワクワクするかい？ワクワク。ワクワクだ。ああ、出発してしまいました。おお、到着しました。これが大乳島です。車で約1周が30分で回れるって言ってたので、まあ、気になるところをね寄っていきたいと思います。車来たら怖いな。あー怖いね、キャンピングカー殺しだ。怖いやつやな。うわー、対向車来たらこれやばいな。対向車は無理だね。対向車は無理だな。できるだけサッと行った方がいいかも。そしたら、あー対向車は無理だな。どっちか下がった方がいいな。今日の、宿泊というか車を止める場所です。一旦ね、お話を伺っていきたいと思います。ここでね、荷物の出し入れはいいんですけど駐車場としてここを使うのは NG とのことです。ここですね、ここが、ここかキャンプの駐車場になります。ということで一旦今からレストランがあるらしいのでレストランに行きます。今ですね、食祭館というところにやってきました。これがこの大乳島のレストランみたいなので、一旦食べてきます。今回私はチキン南蛮定食を頼んで、嫁はブリカマ定食を頼みました。チキン南蛮はね、サクサクして美味しかったですよ。さあ選手交代をして、レッドが今から運転をしていきます。ブレーキ踏んでエンジンスタート。わー、後ろこうはバックモニターはあるとはいえ、お、小魚めっちゃ飛びよんや。すごはい、今運転をしていたらですね、良さそうな釣り場が見つかったので、ここで一旦暗くなるまで釣りをしたいと思います。お、もう早速なんか食った。うん、なんかぼちぼち引くね。あ、カワハギだ。カワハギ？サイズ的には10センチぐらいかな。うん、おお、なんか来た。あ、カワハギちゃん。カワハギ、カワハギちゃんゲット。ダメだ、
釣れんからちょっと場所変えよう。ダラ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 ダッパダラダラ。来たじゃん来たじゃん。え、アジアジパラダイス、アジ三連来ました。はい、今ですねもう辺りがかなり真っ暗になってなかなかね周りが見えにくいんですけど、そんな時のためのアイエス。こちらいいねいいねいいね。そしてさらにボタンを押していくと中が明るい。そして飲料水ではないんですけど水が出ます。手が洗えるのはマジでありがたい。水は10リッターまで使うことができます。で使い終わった水は、一応排水タンクの中に10リッターまた溜まるような感じですね。ということでね、キャンプ場に戻ってまいりました。一応貸し出しのコンロと網があるので今から、バーベキューをしていきます。そしたら先ほど釣った魚は私の嫁にさばいてもらいます。よろしく。で魚をさばいてる間に私はセッティングしておきます。こちらの椅子はですね今回のキャンピングカーの、オプションとして貸し出しをしているので、この貸し出し品の椅子を使ってねいい感じにしていきます。よし、はい、こちらの机もね椅子と同様にオプションで借りることができます。そしてこちら、炭なんですけど白浜キャンプ場で、1キロ1000円で購入することができるかなり火力の強い炭みたいです。おりゃ、全ての準備が整いました。この見事なまでにザ・キャンプって感じがいいですね。そしてこれが先ほど釣った魚の刺身です。食材はお肉、魚、ウインナー、野菜、いろいろです。今日は2人でこれをじゃんじゃか食べていきます。そして今回は照明器具を2つご用意しております。まずこの木に引っ掛けているのがマキタのライト、これが明るいんですよ。でもう一つがねよく私があの撮影で使う照明で、この電源を動かすのにこちらエコフローのデルタミニを使っております。こちらでですねバッテリー類を今充電しつつ、こちらのライトもねピカピカ点灯させております。まあ、そして嬉しいことにね AC アダプターの差し口が5箇所あるのでまだまだ余裕ありますよ。そしてこの状態で連続使用が残り7時間ほどね使えるので、まあ余裕ですね。じゃあ火起こししますか。あ、いけるいける、超火力微力、いいよ、頑張れ頑張ってくれ。おいしい。うん、調理しとる人がうまいからかな。うん、なんだろう。おお。おお。てか、このシチュエーションじゃなくてこのウインナー普通にうまくね。うん、こんな感じでバーベキューを楽しんでおります。時間かかりそうなので。はい、ということで今バーベキューが無事に終わってキャンピングカーの中に戻ってまいりました。今更なんですけどキャンピングカーのね、中の仕様をご紹介していきます。まずシートベルトがここに 1,2 あるので、合計で運転席助手席を合わせて4名乗ることができます。そしてさらに後ろには冷蔵庫が備わっております。中はですね一応そんなに大きくはないんですけど、普通の冷蔵庫とこの上の部分が冷凍庫として使うことができます。じゃん。そして冷蔵庫の上にはエアコン、そしてさらにこの部分がFF ヒーターといって暖かい空気が出てきます。ここにね物を置いておくとかなり高温になってしまうので、まあ極力ここに物を置かないようにしてください。そしてテレビモニターも搭載されています。まあ、ちなみに HDMI を挿すところがあるのでゲーム機をねこの中で楽しむことも可能です。
そして車内にはお窓がついており、ここのね、ロックを解除するとこうやって窓が開きます。で、上から下にやると網戸、これでね、虫が入ってきません。で、このままだとね、スケスケの状態なので、そういう時には下から上にこうやってあげると、目隠しになります。太陽の光が眩しいなっていう時とか、プライバシーの保護をしたい時にはこういう感じで隠すことができます。そしてさらにこの天井には換気扇がついております。そしたら次に反対側です。まずこちらにですね、扉があるんですけど、このようにかなりの荷物を収納することができます。今回はちょっとね、撮影でいろいろ必要だったので、もうここちょっとね埋まっちゃってますけど、かなり荷物が入ります。そしてこの扉の中にはしごがあるんですけど、このはしごをですね、ここにかけるところがあるのでかけちゃいます。おお、空間があります。今ちょっとね荷物があるんですけど、ここで大人2人ぐらい寝ることができます。間接照明もねここにあるんですね。そして皆さん、2階にちょっとこれね、荷物があると言いましたが、こちらベッドになるんです。まあ先ほどご紹介したこのシート、人間がね、1人2人ここに座って乗ることができるんですけど、この部分をねフラットにすることができます。まずここにパカッと開くところがあります。これを開いてください。で、先ほどのこのパーツ、ガチャン、このように乗っけてガッチンコ、ここに来るわけですよ。ガチャコン。で、こういうパーツもね、簡単に着脱がねできるようになっているので、改めてこれ座りましたけど、めっちゃ広い、マジ広い。ということで、今日はキャンピングカーでぐっすりお眠したいと思います。おやすみー。おはようございます。新しい朝がやってまいりました。すごいな、すごい景色だ。寝心地なんですけど、めちゃくちゃ良かったです。FF ヒーターを最初使って、まあ温まった状態で寝たんですけど、まあ若干やっぱ冷えるので、こういう毛布みたいなのがないと、冬場はきついかなって感じですね。それでも快適に過ごすことができました。それでは、今から後半行くわよ。それでは、今から後半行くわよ。おお、すげえ、ここすごい。よし、ここをですね、サムネイル画像を撮る場所に決めました。めっちゃいいロケーションで、まあついでなのでね、まだご紹介してない機能があったのでご紹介していきます。こちらサイドオーニングがついてるんです。このサイドオーニングがね、すごく使いやすい。この車の中にこのようなね棒がついております。この棒をここに差し込んで、あとはぐるぐる回すだけ。オッケー。で、このままだと屋根が低いので足場を展開します。いや、めっちゃ早い。1分も多分かかってないんじゃないですかね。この展開が素晴らしいです。よいしょよいしょ、まぶしい。で、このキャンピングカーで気をつけてほしいことがありまして、こちらのドア、イージークローザーという機能がついています。なのでドアを軽く閉めてあげると自動で閉まってくれるんですね。なのでこのイージークローザーに関してはバターンと強くしてしまうと、まあ、壊れるリスクが出てくるので、閉めるときにはゆっくりね閉めてあげましょう。なんだここは。おお、プライベートビーチみたいなところですね。
いやめっちゃ綺麗じゃないですか。すごい。ちょっと時間が空いてしまったので、こちら電子レンジでなんかチンしちゃいます。牛カルビマヨネーズ、こちらをチンしていきます。スタート。ちょっとジュージューいってる。いただきます。うん、ほっかほか。電子レンジを使えるのはでかい。うまい。船が出発しました。さようなら、大乳島。はい、ということで、無事に大乳島から戻ってまいりました。そして今回の動画を配信してから6ヶ月間、動画で使用した、椅子2脚とテーブルを無料貸し出しいたします。いろいろ他にも貸し出しがあるんですけど、こんな感じで借りたいものがあれば事前にお願いします。お願いします。キーワードはレッドメモリーを見たを、伝えていただければなと思います。お願いします。お願いします。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカーエンジョイ。今回動画でご紹介した、この山本石油の詳細は下記の概要欄に載せますので、気になる人がいましたらぜひチェックをしてみてください。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて、動画を配信する先に最新情報が載っていることがあるので、気になる人がいましたらチェックもよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。